シーバー設置開始。止水板設置了解。今日午前、博多駅で実施された訓練には、駅ビルや周辺の商業施設などで働くおよそ150人が参加しました。この訓練は、近くを流れる三笠川が氾濫危険水位を突破したという想定で実施されたものです。 JR 博多駅上空です。この辺りは大雨の影響が特にひどく、ほとんどの道路が冠水しています。博多駅の周辺では、24年前の集中豪雨で地下に水が流れ込み、逃げ遅れた一人が死亡。その4年後にも地下部分が浸水する被害が発生しました。止水板設置完了。参加者は駅や階段の入り口などで止水板を設置する手順などを確認。地下につながる入り口が多い博多駅では、止水板を設置する必要がある場所が200箇所を超えるということです。すみません、こちらです。落ち着いて移動してください。お願いします、こちらです。多くの外国人観光客が地下にいることを想定した避難誘導の訓練では、4カ国語で書かれたプラカードを使用。避難口はこちらです。大丈夫ですか？1台お願いいたします。1,2,3,4,5,6,7,8。離れてください、離れてください、離れてください。意識不明のけが人が出たことを想定した救急救命訓練では、 AED を使った救命方法なども確認していました。博多駅にいらしているお客様の命をも守るのが、我々博多駅の事業者の務めだというふうに思っておりますので、みんなで協力してやってまいりたいというふうに思っております。止水板設置完了。一昨年まで5年連続で大雨特別警報が発表された福岡県。梅雨入りを控え、各地で過去の教訓を生かした災害への備えが進められています。報告します。 JR 西日本、水道設置完了。了解。